第一次マズーリコ構成とは、第一次世界大戦初期における、ドイツの東部戦線での構成である。ドイツはロシア第一軍を全戦線にて押し返し、ロシア軍を改装させ、ロシア軍をドイツから全て追い返した。ドイツのさらなる前進はロシア第十軍のドイツ軍左翼への到着を遅らせた。一週間前に起きた、ンネンベルクの戦いほど、 壊滅的な敗北ではなかったが、それでもロシア軍の計画を1915年春まで遅らせた。連年艦舟率いるロシア第一軍は、ロシア国境からケイニヒスベルクへと向かって精神し、作戦の初期段階ではこれは成功した。この間ロシア第二軍は南へと進軍し、一部の地域をドイツ本国から切り離そうとした。しかし、ヒンデンブルクの参謀であった。 ホフマン大佐はロシア第一軍と第二軍の間での連携が取れていないことを察知し、第二軍の包囲のために戦力を集結させた。ホフマンの計画は速やかに行われ、第二軍は殲滅された。この戦いが1914年8月26日から30日に行われたタンネンベルクの戦いである。タンネンベルクにおいてドイツはロシア軍の反撃を受ける可能性があったが、 ロシアの司令官同士の船仲が第二軍救出のチャンスをなくしてしまった。第二軍の司令官であったサムソノフは連連艦部と法天海戦でのロシア軍の配送中に敗戦の責任をめぐって殴り合ったことがあった。サムソノフがドイツ軍の包囲行動の開始に気づいた時、連連艦部に救援を求めたが連連艦部は急いでカバーに回ろうとせず、第一軍は 数十キロメートル離れた地点で孤立した。ドイツ軍の反撃が開始された時になってようやく、連年寒布は急いで救援に向かおうとしたが、それはすでに遅すぎた。8月29日にサムソの府は自殺し、8月30日までに戦闘は終わった。この時、連年寒布の救援部隊であった第二軍団は、包囲網から70キロメートルも離れた地点にいた。 第2軍を救出しようと南方へ部隊を送ったために、この部隊は、京にヒスベルクの東にいる部隊から離れてしまい、孤立してしまった。ドイツ第8軍による西からの攻撃は、第1軍全軍を側面にさらすことになり得た。もちろん、ドイツ軍はその時点では、非常に離れた時点にいたが、ドイツは鉄道によって、広範な地域に瞬時に移動することができた。 8月31日単年ベルクを失ったことで、連年ン,ン,ンプはドイツ軍の攻撃に耐えるように命じた。連年ン,ン,ンプは第1軍が広範囲に分散しすぎたと理解していたので北方では、ケーニヒスベルクの戦線から撤退し、南ではマズーリコの方へと撤退するように命じた。第1次マズーリコ構成中のドイツ第8軍。 ドイツ軍による第二軍の残党の殲滅は9月2日までに終わっており、パウル・フォン・ヒンデンブルクは例年ンプの前線へ向かうために部隊をすぐに移動させ始めた。ロシア軍右翼は、軽ニヒソベルク周辺にて広範囲で防御体制をとっており、ドイツ軍は部隊を安全に移動することができた。さらに、西部戦線から新たに一個軍団が到着する。開戦して初めて、 ドイツ軍は数の上で優位となった。そして、ヒンデンブルクは、例年カンプのように新しく届いた部隊を、戦線の北端へと動かし、南への攻勢を計画した。例年カンプと違ったのは、ヒンデンブルクがインステルブルクのすべての前線を覆うだけでなく、さらなる予備兵力を保有していたことであった。彼は、最も優秀な部隊であった第一軍団と第17軍団を、 戦線の南である湖の中央近くへと輸送し、第3予備士団を例年ンプの戦線の南端から 48km の地点に配備した。ヒンデンブルクの南方の士団は9月7日に攻撃を開始し、次の日から戦闘が始まった。9月8日には、北部のドイツ軍は東へと整然と撤退する、ロシア軍を1日中攻撃していた。 しかし南の状況はさらに悪化していた。ドイツ第17軍団がロシア第2軍と交戦したが、数の上で劣っていた。第2軍はその日の終わりまでは、ドイツの側面攻撃、すなわち包囲行動から、過労うじて左翼を保持し続けた。しかし翌日、第17軍団の援軍として第1軍団が到着すると、ロシア軍に勝利の可能性はなくなった。軍団は、 側面から回り込み、第二軍に対して包囲しようとしていた。一方第三予備士団はロシア第二十二軍団と南で交戦しており、ロシア第二十二軍団を南東へと交代させた。ドイツ軍はロシアに戦線を立て直す余裕を与えず、北方でも南方でも進軍し続けた。この進撃によって、ロシア軍は孤立したが、まだ東に撤退して新たに戦線を立て直すチャンスは、 あった。11日以降ドイツ側に有利に戦況が変わった。9月11日、ロシア軍が北方で南からの側面攻撃により、インステルブルク方面へと押し返される。この時に包囲が完成する可能性が発生した。そこで、例年カンプは強力な予備兵力が控えている、ロシア国境へと撤退するように命じた。この命令は素早く実行され、ロシア軍は、 ヒンデンブルクの包囲完成の罠から逃れることに成功した。一方、ドイツの司令官は両翼に対して素早く進軍するように命じたが、ロシアの反撃の噂が流れたために、半日の間攻撃を控え、その暇にロシアは東方に逃げることができた。ロシアは翌日、軍備年に到着し、十三日には、シュタルペー年に到着した。こうして第一軍の残存兵は、 安全な彼らの駐屯地へと撤収できた。なお、同様にドイツ第10軍もロシア軍を押し返した。ドイツ軍の損害は7万人に対して、ロシア軍の損害は10万人の死傷者と4万5千の捕虜を出した。第8軍は第2軍を完全に殲滅し、第1軍に致命傷を与えることで、ロシア軍をドイツからすべて叩き出すという歴史上でも、 最も驚異的な勝利を遂げた。その間、新しいドイツの軍団は分散した第二軍の残党を殲滅するために安全に移動することができ、新たにドイツ第九軍は新たに南西で戦線を形成しつつあった。ドイツは間もなく数の優位を保った上でロシア軍と対峙することができるようになった。しかし、東部戦線での優位は多くの代償の上にもたらされた。 新たに到着した軍団は西部戦線から引き抜かれたもので、マルヌ海戦はその軍団を使わずに戦わなければならなくなった。またこの戦いでドイツが得た地域は9月25日から9月28日のロシア軍による反撃に失われた。さらにドイツは戦略的な勝利を達成したが、東部戦線の主な戦いは南方で行われていた。 オーストリア・ハンガリー帝国とロシアの戦線であり、こちらの戦線ではロシアは優位を保っており、オーストリア・ハンガリー軍は敗走した。ドイツ及びオーストリア・ハンガリー帝国がロシア軍を後退させてポーランド及びガリツヤから追い出したのは次の年であった。ありがとうございます。